対ビエンドを2連敗し、容赦なく切り捨て。サッカー専門誌、フォーフォーツーは、リバプールのアルネ・スロット監督が、わずか1年で、レッズのスターを容赦なく切り捨てる、準備と題した記事を掲載。こう伝えている、アルネ・スロットは、アンフィールドで、ようやく地位を確立しつつあるが、新リバプールは、ユーゲン・クロップ監督が最後に、獲得した選手の一人を捨て去る、準備ができていると報じられている。同誌は、この日本代表選手は今シーズン、全コンペティションで44試合に出場したが、フットボール、インサイダーの報道によると、31歳は、守備的、ミッドフィルダーのポジションのつなぎ役に過ぎず、クラブは今後、主力となる、新しい、ミッドフィルダーの獲得を目指すというと続けた。そして、その候補として、ニースのガフレン・テュラム、アストン・ビラのドグラス・ルイス、ポルトのアラン・バレラなどの名前を挙げている。日本代表のキャプテンが厳しい立場に追いやられる可能性もある。リバプールに入って難しい時期を乗り越えてスタメンになった実力もあるけど、クロップ監督の存在もかなり大きかった。クロップ監督は日本人の真面目さや俊敏性を理解してるからこそスタメンに戻したと思う。チームメイトからの信頼は勝ち取っていると思うし、来シーズンもコンスタントに試合に出場して、良い意味でリバプールのファンを裏切り続けてほしい。トップクラブではポジションを確約された選手などいないに等しい。全員が常に競争をしている。安泰などあってはならないわけで、新戦力獲得は当然過密日程なプレミアでは遠藤は計算できる選手なので、シーズン通せば必ず必要とされます。誰か若い実力ある選手を獲得できて控えに回ったとしても、長谷部みたいにシーズン途中から出番が増えて最終的にレギュラーダッシュできてそうな気はする。どのクラブでもそうだが、監督が変わればやり方もスタメンも変わる。遠藤選手は控えになるかもしれないが、腐らず来シーズン頑張ってもらいたい。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。